宮博史、小野大輔のディアガールストーリーズ。こんばんは、神谷博史です。モス、小野大輔です。ついに MOB の無観客配信ライブ第2弾、ステイホームステイロックエアツアーファイナルのブルーレイ &DVD が発売になりましたよ。おっ、めでたい、ね、うん、出ました、まあ、僕らもね、スピーディリュージョンと100年ドラマを披露させていただきましたけれどもね、うん、はい、ディアガールからゲストに来ましたね。はい、なのでもうすでに皆さんのお手元には届いているんですよね、きっとね。でしょう、みんなもうね、まあ、手元に持ってる。僕らの手元にもありますよ、はい、ね、これ多分そうでしょう。DVD ブルーレイ、そうですよ、多分そうです。これはもういいね、これいいよ、この裏の、これエアだけどエアじゃないエアツアーファイナル、はい、ね、こんなこと言ってないんだけどさ、パッケージはもう完璧にね、これもう完全にそうですよね。そうですよ、僕の、ね、いい持ってるブックレットが、ね、真っ白なんですよ、ページが。それはね、言わなきゃ分かんないからさ。そうなんだこれ、うん、まだね、有効なんだよね、まだね、うん、できてねんだ、できてるとこだけ話せよ。ああ、そうか、できてるやつね。うん、すごいね、すごい、こんなに写真いっぱいあると思わなかった。雑な感想ね。いや、むちゃくちゃ写真ありますよ。そう、ブックレットでもすっごい写真使われてるんですよ、ね、たくさん写真満載でね、うん、お届けしておりますんで、ぜひぜひ皆さん目を通してみてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、僕とあなたの物語、ディアガールストーリーズ第742話、内田さん結婚するの？違うだろ。だってご祝儀袋が、違うこれ、スタジオにいっぱいある。あの高垣弟に、うん、あの金渡して、諏訪さん、うん、ほら誕生日近いからさ、あのなんかめでたいもん買っておいでよって言ったら、はいはいはい、ご祝儀袋を4つ買ってくるっていう。意味がわかんねえ。無理しちゃってさ、うん、確かにまあ、うん、あのめでたくはあるよ、うんうん、めでたくはあるんだけどね。ただ全然帰ってこなくてマジびっくりして、お金渡してね。そう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 、したら浜松町から、うん、電車に乗って有楽町まで行ったんだって1回。あれだと思って有楽町まで行って、でもお目当てのものがなくて仕方なくてコンビニに行ってこれを買って帰ってきた。道理でご祝儀袋がいっぱいあるわけだ。そう、本当は星野源さんのアルバムを買いに行ったんでしょ。めでたいものだと思って、いいセンス、それが売り切れていてですね、買えず、はい、仕方なくご祝儀袋を買ってくるというね。なのでなぜか知らんけれども、ご祝儀袋がいっぱいあるスタジオになっておりますけどね。はい、この番組的には特にめでたいことはございません。あ、結婚しないんだ。この番組はアニメのミックスの提供でお送りします。神谷博史、小野大輔のディアガールストーリーズ。改めまして、神谷博史です。モス、小野大輔です。ではリスナーから届いたふつつを紹介しますよ。お願いします。マミさんからいただきました。神谷さん、小野さん、こんばんは。こんばんは。フェス松さん、お疲れ様でした。お、私は昼夜ともに現地にて参加させていただきました、うん、イベントは終始楽しく、朗読劇で市松を罵倒している時の神谷さんとか、おむすび演じる山本さんをいじり倒す時の神谷さんと福山さんの顔が本当に生き生きしていて面白かったです。小野さんは表情から何から本当に重始末そのもので見ていてとてもほっこりしました。よし、最後のトトデレラはまさかの全員ブスという展開で、さすがおすますさんだなと笑いが止まらなかったです。うん、振り返り末では DGS でも話題に出た、みんなのアイドルミスターの話も出て、スタジオでのミスターにアテレコする神谷さんを再現されていて、小野さんがただの神谷じゃねえかとツッコミしている様子もすごく面白かったです。よかった。本当に楽しい時間ありがとうございました、うん、新作も発表されて、また劇場でムツゴたちに会えるのがとても楽しみです。イベントでの裏話などありましたらぜひ聞きたいのでよろしくお願いしますとのことです。はい、ありがとうございます。はい、まあ、去る6月6日にね、ムツゴの日ということで、うん、中野サンプラザホールを使わせていただきまして、うん、まあ、久しぶりの有観客イベントでしたね、行わせていただきました、うん、はい、楽しかったな。いや、楽しかったですね、うん、まあ、いろんな、ね、制約はあったんですけれども、うん、お客さん全員にマスクしていただいて、で、そうですね、はい、笑いだったりとか極力抑えてくださいという、うん、そうですね、そういった、うん、いろんな制約がある中での、うん、開催だったんですけれども、うん、でもやっぱあれですね、第3期始まるにあたってのキックスターター的なイベントを川越の方で無観客で配信でやらせていただいて以来だったんですけど、おすますのイベントに関してはやっぱお客さんが入ると全然違うね。違う、全く違う、うん、
まあ、特にやっぱりギャグ作品ですから、うん、イベントももちろんね面白がメインなわけじゃないですか、うん、お客さんのやっぱその笑い声は聞こえないかもしれないけれど、うん、その笑っている息遣いニコニコしているその目線、うん、もうあれがどれだけ僕らに力をくれるか大きいですよ、ね、本当に、うん、反応がやっぱねビビットに分かるんだよね、うんうん、あ今めっちゃ楽しんでるっていうのがそうなんですよ、うん、めっちゃ受けてる、うん、めっちゃ滑ってるが分かるんですよ、ね、おい、おいおいおいんどうした？いや滑ってました？何が？頑張ってさギャグやってさ、うん、受けたなって思ってこう袖に引っ込んだ瞬間に舞台上で、うん、ああ滑ってるねってごめんごめん受けてました？ほらこれだよ受けてました？神谷がそういうトーンで言うと滑ったことになんだよ受けてました？全部受けてたって。ゴー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 カーが受けてました？受けてたって。受けてたんですかあれ？確かに笑い声はぐらいだったけど、ええ、あれだぜ黄色のサイリウム持った人もそうだし、はあ、緑色のペンライト持ってる人も、ええってなってたよちゃんと。僕はそれを確認したんだから。面白いっすね。ゴー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 ね、うん、違うんだよそれさ。今やったんです。朗読劇の中で江戸春美さんを今求められてないのに台本にも何も書いてないのに書いてないよ。スタンドプレイで急に始めたんですよ。スタンドプレイじゃないんだよあれは。イリノミユっていう悪魔がさ囁いたんだよ。何を？小野さんあそこはははははって笑いだけに台本上なってるけどこれだとなんかなんだろうこうね最後はけていくときに、こう引っかかりがないっていうかさスーって流れちゃうから、うん、小野さんあそこでなんかやった方がいいよっつって、でゴゴ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 ゴっていうのをやってって言われて、ミウが言ったの？そうでリハでやったので、リハでやってスタッフさん受けてたから、あもっとやろうと思って、まあだから江戸春美さんやったのは俺のスタンドプレイだね。ミウが言ったんでしょ？ミウくんが囁いたよね。うん、じゃあやるやる見ててっつって、もっと面白くするからっつって。小野さん、うん、騙されてますよ。嘘でしょ。入野さんに落とし穴掘られてますよ。嘘嘘嘘。昼の部のあのサンシャイン池崎もめっちゃ受けてたよ。え、サンシャイン池崎やったの？うん、ゴー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 ってやつやったよ。え、うん、あれサンシャイン池崎さんなの？うん、そうそうだよ。分かんなかったですけど。あ、そうなんだ。うん、時間あったらボコボコからやってたよ。あ、そうなんだ。空前絶後のも全部やってたと思うよ。あ、そう。うん、でも押してたから昼の部。でもそれ入野さんに言われたんでしょ？まあミュウ君にね、うん、やった方がいいよっつって。小野さん、はなんですか？騙されてますよ。嘘でしょ？うん。お前は入野美を分かってないんだよ。あ、そう？あいついいやつだよ。お、うん、うん。悪いやつじゃないけど、いいやつでもないよ。嘘でしょ？いや、この番組来て思っただろ、あいつがゲストに。おうおう、うん。確かにな。ライブ見たんだよ。ライブ見て感想送ったらありがとうだけ返ってきた。そうそうそう、素直でいいやつではあるんだけれど。あいつ悪いやつでもあるんだよ。だからすごい、うん、喜んでくれたよ。それをお前がさ素直に受けてさ、あそこで江戸春美さんとさサンシャイン池崎さんをやってさ、うん、受けてたって。だから俺は受けてたって。うわーって思ったけど。受けてます。滑ってません。それでニヤニヤしてたのは多分入野美優だね。小野さん本当にやってるって。ああ、じゃあでも美優くん笑ってくれてんだったらいいかな。ああ、そうか、うん、あでもさこっちからもあるよ。何？あの市松とチョロ松によるおむすびいじりあったじゃん、うん、あったね。山本和富くん演じるところ。あれもほとんど台本通りですけどね。長えよあれ、めちゃくちゃ長えよあれ。あれはもう台本通り、台本通りです、ね、台本通りのことを 2,3 回繰り返したよね。2回ずつですね。やったでしょ。台本通りで2回だったんですよ。押してんのあれだからな絶対。だから夜は1回だけにしたんです。台本無視して1回だけにしたんですあれ、うん。俺ほんとね、裏でね、そう裏話っていう話ですけど、うん、裏で袖でいる時にもうあのスタッフさん、うん、あの卓をいじってるというか、あの横で照明とかのタイミングとか見てるスタッフさんたちが、うん、あのみんな「なげ
泣けってすっごい言ってて、はい、だよなって思いながら見てたんだけどさまああのあれはな、まあ、言い訳するのもあれなんですけども、やっぱり山本和文くんが初めてのイベントだったんで、割とそう、まあそうね、そのフィーチャーしているところだったんですよ。あ、そうね、そうそう、だから割と長めに撮ってるなっていう印象は僕もあったんだけど、まあ確かにこう2回ずつやったら長いなと思って、とりあえずまあやみこもに2回指定があったから2回やったんですよ。ただ長いなと思ったから夜は1回にしました。したね、したよね。これは長いなと思ったんで、あれはでもね、和富くんが生き生きしてたかもしれん、確かに、ね、相当頑張ってました ね、 ね、面白かった。でも本当、まあ、生でやる、まあ、理由のある内容のコントだったんで、アニメだと成立しない、でも生だと成立するっていう微妙な絶妙なラインのね、コントを、書いてきてくれまして、松原秀がね、そうね、まあなんでね、精一杯やらせていただきましたけれども、まあとにかく楽しかったですね。それにつきますかね、でも本当、はい、おそ松って全力でやってるから、終わった後すっげー疲れてた。すま、疲れましたね、まあいろんなトラブルあったんですけど、あのそもそもトドマツを探せっていう、あの本編でもあったネタをあのステージ上で再現するみたいなのがあったんですけれども、内容としてはね、あのグッズであるところのマトリョーシカのトドマツ、すごいちっちゃいやつなんですけれども、一番ちっちゃいやつ、一番ちっちゃいやつがトドマツだったんで、それをステージ上に置いて探すっていう企画にはなったんですけれども、一番最初はあの着ぐるみちゃんのムツゴちゃんのトドマツをステージ上で隠して、それを30秒で探させるっていう、どこに隠すのっていうそもそもあんなでかいやつをどこに隠すの、どうしたらいい、どうしたら面白くなるっていう内容で、あれすごかったですね、そこ考えてませんでしたみたいな、しびれる展開のリハだったんだよ。あれもやばかったですね。俺と十四松がいくらバカだからって、ステージ上にあの隠すところがない、隠すところがない上にソーシャルディスタンシングでこっから先は行かないでくださいっていうのが結構あって、もう行ける範囲がめちゃくちゃ狭い中で、じゃあどうやってこれボケののりしろもないっていうそういう辛いなんかリハーサルがあったりとかして、はい、俺だから考えたよ、正直これこのまま行ったとしたら俺は今しめするしかないなと思って、自分をズバスってやって、ああどこを取っていたのかさすがにね、もうそういう風にするわけにいかないですから。本当だよ、まあ、だからなんかいろんなその場でアイディアを出して、じゃあこうしましょう、ああしましょうみたいになったりとかして、本当はだからなんかもう時間がたっぷりあったらもっとやれることいっぱいあったんですけれども、あそうかもしれん、はい、まあ、何にしろもう時間通りにきちっとやることでおなじみのたけちゃんがね、鷲崎さん、鷲崎たけしさんがですね、MCやってくださっていたんで、もうタケちゃんに全部その辺も任せて、俺たちは好き勝手やるっていうね、そんな楽しいイベントでございましたけれどもね、まあ、このイベントの中でもあの発表されましたけども、新作アニメーション、また作らせていただきますんで、そうなのよ、またきっとお会いできると思いますんで、その時はぜひぜひよろしくお願いいたします。よろしくね。引き続き皆様からのツストお待ちしております。続いてはアニメ専門エンタメサイト、アニメのミックスの中にある女の子のためのスマホサイト、ディアガル情報です。アニメのミックスではトラッドファーストミニアルバム、トラッドが好評配信中です。ミニアルバムをまとめて購入の上、応募いただいた方全員にアナザーカットの写真を使用した正方形カードをプレゼント、ぜひチェックしてください。応募6月29日までです。そして並川大輔さんセカンドフルアルバムラッツが好評配信中です。収録曲のフルサイズいずれか5曲をダウンロードの上、応募いただいた方全員に全裸ポストカードをプレゼント。ラッツ、また、楽曲ごとに異なる特製待ち受けのプレゼントや抽選で直筆、サイン入りポスターが当たるキャンペーンも実施中。ラッツ、ぜひチェックしてください。ラッツ、波川さんね、さっき会ったんですよ。ラッツ、たまたま入ったとんかつ屋さんで、あのカウンターで見かけましてたまたまなんだ、はい、でたまたま通されたのが隣だったんで、はいはい、波川さんごちそうさまですっていうふうに声かけたら、うん、どうしたのどうしたのってたまたまって言われたら、いやたまたまだよっつって、うん、すごいね、それ奢ってくれました。しかもなんか会見の時に思ったより高いなって思ったらしくて、あの僕も気づいたんですけど、並川さんより高いメニューを僕注文してたんですよ。でも奢ってくれました並川さん。さすがだよ。そんなね、並川さんのねセカンドフルティアルバム、ね、ラッツよろしくお願いします。ラッツのラはね裸のラですからね。裸のラですからね。はい、よろしくお願いします。はい、
そしてディアガールストーリーズのコーナーでは番組のレポートと写真を掲載しています。ディアボイスの着信ボイスも好評配信中。アニメのミックスディアガーレはスマホからアニメロで検索してください。アクセス待ってます。ニコニコチャンネル DGS チャンネルの登録も受付中です。有料会員になると番組のアーカイブやおまけ放送 DGS 裏談話室が聞けます。さらに今週はスタジオでうっかり撮ってしまった秘蔵映像鼻歌イントロクイズの模様も配信です。やめろね、チャンネル登録よろしくね。神谷浩史、小野大輔のディアガールストーリーズ。ディアガール談話室。何かに悩めるディアなガールから僕らのところに普通のストーリーごと普通ストが届いて、それを僕たちが精一杯紹介していくこのコーナー。さて今回はディアネームパタパタさんから僕らのところに普通のストーリーが届いています。おいでは紹介していきましょう。パタパタのお便り。友人にこの選択は選べないなっていう、いわゆる究極の選択ってあると聞かれました。私は神谷さんと小野さんのソロライブの日が被ったらどっちに行くか決められないなと答えました。お二人の究極の選択は何ですか？はは、まあライブの日程が被ることはあんまないですけども。ないですね、さすがに。でもね、あのコロナ前だったらきっとねイベント相当ありましたから本数が、だから裏かぶりしてるイベントいっぱいあったでしょうからね。あったでしょうね、確かに確かに。悩んでくださった皆さんも多かったんじゃないですかね、もしかしたらね。まあ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 、じゃあ今回はね、僕と小野軍で究極の選択の選択肢を考えていこうじゃないかと。なるほどね、はいはいはい、いいでしょう、やりましょうよ。で今からお題が出てきますんで、その選択肢を僕と小野くんでそれぞれ出しますと、でその後内田社長、構成室は、横川ディレクター、高垣弟の4人で手を挙げて、ちょうど2対2になるような選択肢を生み出せたらそれは究極の選択になりますと。なるほどね、いいですか。とりあえずやみくもにやってみましょうか。ということでとりあえず選択肢 A を決めるのは僕です、ではお題を発表します。お願いします。欲しいセンスは A 落ちている小銭に気がつけるB 拾ったものを食べてもお腹を壊さない。おおさあ、どっちのセンス？超どうでもいいやつだよこれ。センスか？って話です。センス、はいはい、才能だからセンス。なるほど。さあ、じゃあ行きましょう。さあ、どっち行きますか？どっち？落ちている小銭に気がつけるか、落ちているものを食べてもお腹を壊さない。そんな才能。どちら？センスって才能じゃねえか。まあいいや。はい。はい。さあ、A、B どっち？札を上げてください。ダン、微妙。おお、すげえ、すげえ。作家2人は B なんだ。ディレクターとプロデューサーは小銭を拾いたい。僕も小銭拾いたいわ。どっちかっていうとな。落ちてるもん食いたくねえもん。でもお腹壊さないんですよ。お腹壊さないってことは落ちてるものをいくらでも食えるってことだね。そうだよ。アワビだ、やったーっつって。それは食いっぱぐれねえな。食いっぱぐれないよ。いいじゃないですか。いいですね。お、いきなり1問目から成功しましたよ。幸先いいね。はい。じゃあ次のお題。次のお題。はい。恋人にするなら、じゃあ先行後攻を変えてですね。はい。A を小野くん、B を僕にしましょうか。はい。わかりました。じゃあ行きます、恋人にするなら A 童顔巨乳童顔巨乳、はい、B 高垣彩希え、ついになってんのそれ。この二択何、二択ですね。まあ、さあ、思ってたのと違う、じゃあ4人がそれぞれ A、B どちらかを選んで札を上げてください。お願いします。さあどっち。さあ悩んでますよ、シンキングタイムでございますね。まさかのですよ、カウンターがね、 A に対する B。 これほら、やっぱ番組の関係者として忖度もありますからね。ああ、そういうことね、あ、そうか。さあ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 、それでは札を上げてください。お願いします。
ドン。BBA。 おお、あ、分かる、ちゃんと分かってる。ちゃんと分かれた。そして高垣弟は A を選んでいる。そりゃそうだ。さすがに姉とは付き合えない。そうですか。大勢さんも A ね。作家人が同感巨乳で、はい、ね、プロデューサー、プロデューサーと、はい、ディレクター、ディレクターは高垣愛が選んだ。ね、明るくてね、いいもんね。ね、そりゃそうですわ。面白いね。でもなんだろう、こんないびつなバランスでも。半々になるわ。これ究極の選択なんですね。これ面白いかもしれない。いいじゃないですか、うん、では続いてのお題いきますよ、はい、声優に生まれ変わるとしたら、何これ、どういうこと、これは誰になりたいですか、それとも何がしたいですか、どっちなんですか。わかんない、それはもうそれによるんじゃない。むず、うん、ではいきますよ。声優に生まれ変わるとしたら A 大塚芳忠ちゃん、B 野沢雅子ちゃん。それはすごいね。これ、うん、確かに選べねえな。そのレベルの。芳忠ちゃんも好きだしな。眞子さんも大好きだもんな。眞子さん好きだな。これでも究極だと思いますよ。男女で分かれてる。芳忠も現場にいると嬉しいんだよな。はい、いやもう二人ともね、レジェンドであり。うん、現役バリバリ。ああ、これはもう決めてください、うんうん、それでは札を上げてください、お願いします。ドン。おお、うわ、分かれた、ちゃんと AB 分かれましたよ。すごくね、すごくね。しかも今回は、内田さんと内田プロデューサーと諏訪さんが、構成諏訪が大塚芳忠ちゃん、芳忠ちゃん、はい、そして横川ディレクターと高垣弟は、はい、野沢雅子ちゃんと。これすごいね、うん、綺麗に。だって選べないよ、選べないな、うん、強いて言えばどこで選んでんだろうな。理由を聞きたいけどね、うん、いや面白い、これ全然いけるじゃないですか、うん、さっきからそう、ね、100発100中なんですけど、うん、もうそろそろでもね、なんか分かれてほしいな。じゃあこれいきますか、はいはい、〇〇が出る家住むなら、え、丸々が出る家、はい、僕じゃあ行きますよ、はい、丸々が出る家住むなら A 温泉。おお、いいっすね、うん、B ドリガオ巨乳の幽霊。なんかさっき聞いた選択肢なんですよ。さっき聞いた。すっげえ好みの自爆霊でしょ。もう自爆霊。いや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 、出るんだ、出る出る。ただ超可愛いの、超可愛いの、出ねえかなって思うぐらい。だったらだったら考えるね。いやなんか俺それに惹かれてるんだけど今。それもいいよね。さあさあ、温泉か、はい、温泉かロリガオ巨乳の超かわいい幽霊か。では出してください、どうぞ。 BBA。 すごすぎる、すごすぎるよ。今度はまたディレクター、プロデューサー陣が A 温泉を選びまして、ね、はい、作家陣は B、 作家陣は幽霊が出てほしいと、うん、だってさっきもそうだったもんね、うん、動画共有だよ、そうだ、もう超可愛いんだよ、だって、はい、別に呪われもしない。呪われもしないんだ。呪われもしない、あ、いるなと思う。はい、以上です。ということでディアネームバタバタさん、僕らの究極の選択いかがでしたか。神谷浩史、小野大輔のディアガールストーリーズ、ディアボイス。番組から生まれた名言や僕らに等しいセリフを募集し、アニメロミックスの中にある女の子のためのスマホサイトをディアガールで配信していきます。今回は神谷さんのボイス配信しますよ。舞地さんからリクエストいただいたこちらのセリフです。変身はよ。LINE だ、腹立つ。あれから LINE はやってないですね。やってねえよ。はい、引き続きこのディアボイスではあなたからのリクエスト待ってます。来週は小野くんのボイスを配信します、お楽しみに。ディアガールストーリーズ、そろそろ今夜のストーリーもエンディングの時間になってしまいました。はいはい、
はい、まあ、DVD が発売になりまして、うん、皆さんのお手元に届いている頃かと思いますけれども、うん、オーディオコメンタリーの方もね、うん、まあ、我々じゃないんですけれども MOB の連中が頑張って喋ってるらしいんで、うん、ぜひ聞いていただきたいんですけども、長時間、うん、そう、その中で、うん、まあ、本編の映像に対してね、高垣弟って今何やってんだろうねみたいなね、話を、はいはいはい、してるらしいんですけれども、うん、今となってはサブ作家でね、 そこにいますからね。サブ作家になるって知らないからね、 MOB の連中は。まあ、MOB の連中興味ないからね、興味がない、そういうことに対してね、そもそも興味ねえからどうでもいいんでしょうけれども、いや、そんな未来が待ってるとはね、待ってるとはね、もうびっくりしますな、うんうん、はい、ということで番組は皆さんからのメッセージを待ちております。おはがきの宛先はこちら、郵便番号 105-8000 に文化放送、神谷博士の大好きのディアガールストーリーズ、それぞれの仮です。メールアドレスはこちら、すべて小文字で dgs@joqr.net dgs@joqr.net です。ラジオ大阪の方もこちらからお願いします。そしてアニメミックスのディアガールにも僕たちの番組サイトがあるので、ぜひアクセスしてください。写真が見られます。ほいほい。さらにニコニコ DGS チャンネルの登録も受付中です。有料会員になると翌週火曜日におまけ放送 DGS 裏談話室が聞けます。そしてニコニコ動画と文化放送エクステンドの YouTube チャンネルでも放送のアーカイブ配信をしています。ということで、ここまでのストーリーテラーは神谷博士と小野大輔でした。ディアガールストーリーズ第743話に続く。この番組はドワンゴ声優ラボの提供でお送りしました。昔ながらの熟語、ボードにいつかのフォトグラフ。